はい、えっ、ー、とレクターで始める運用を止めない PHP アップグレードというタイトルで、えっ、ー、と株式会社ゴロプラのえっ、ー、と工藤豪がえっ、ー、と発表させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、えっ、ー、とアジェンダのなんですけれども、まず最初にちょっと軽く自己紹介させていただいて、でレクターって何ってところ、まあ先ほどとかも結構発表あって、最近結構流行ってるツールではあるので、えっ、ー、とまあ。 ある程度まあ再確認というところとあとまあそのレクターのすごいところ、えー、とあと,、えー、と弊社タイトルである「白猫プロジェクトニューワールズ において、えっ、ー、と、レクターを用いて PHP のバージョンアップをですね、えー、行った実例についてご紹介させていただきます。で、えっ、ー、と、最後にそのテストとかとかデプロイをどうやってやったのか、えー、特に今回だとノーメンテで、えー、やっていったっていうところが肝でもあるので、えっ、ー、と、そこについての説明をさせていただければと思っています。えー、で、最後に、えっ、ー、と、まとめをさせていただこうと思います。 で、あの、これ写真載せたんですけど、なぜかあの、私マスクしたまま写真撮ってて、もう何も気づかなかったんですけど、意味がないのでアイコンを、えー、ツイッターのアイコンを載せました。<laughs> はい。えっ、ー、と、まあ、工藤豪と申します。えっと、部署としてはっとサーバー基盤グループというところで普段から仕事をしてて、えー、17年に新卒で入ってからずっといるって感じですね。で、今は SR チームでやってます。で、ミドルウェアのバージョンアップとか PHP 周りを主にやってます。で、 えっと、なんか PHP カンファレンスの時もう出させていただいたんですけど、今一応 PHP の、えっと、ランダム拡張のメンテナーとかをやらせていただいているっていう状態です。えー、はい。で、まずレクターって何ですかってところです。はい。 えっと PH、PHP パーサー、えっ、ー、と、今日も発表ありましたね。えっ、ー、と PH、PHP パーサーや PHP スタン、先ほども、えっと、ご紹介あったと、まあ、された方いらっしゃったと思うんですけれども、え、こういった静的解析ツールとか、えっ、ー、と、パーサーを用いて、えっ、ー、と、静的解析結果を使ってリファクタリングを行うことができるツールになっています。えっ、ー、と、以下のように、コンポーザーで、えっと、簡単にインストールすることが、え、できます。でレクターのすごいところです。 えっと、これちょっとまあ分かりやすいように本当、えっと、単純にと、まあ、いうか先ほどの、ねえっと、レクター紹介していただいてたときに同じようなことを全くやっちゃっててやばいかぶったと思ってるんですけど、えっと、例えば左のコードを見ていただくと、えっと、PHP8.0 相当のコードです。で、えっと、リードオンリークラスが当時はなかったので、えっと、PHP ドックでリードオンリーだよと疑、まあ、似的にリードオンリークラスにと、えー、いうことを示してますね。あとは、えっと、コンストラクタで引数受けてそれすぐに プロパティに同じ名前で入れてますとかこれ今だったら、えー、とコンストラクタープロパティプロモーションを使えば、えー、できちゃうとか、えー、とあとはフーって関数あメソッドに、えー、と返却型が書いてないよとこれブール、まあ、今だと true でもいけるんですけれども、まあえー、とブールって書けるのに書いてないよというところがあると思います、えー、で右の方が、えー、と今回適用した、えー、とレクターのルールになってまして えーとまあ、ソース以下のディレクトリに対して適用しますで、えっと、適用するルールとしては、えっと、タイプデクリレ,クリレクリケーション、えっとえっと、型宣言をちゃんとしますというところと、えっと、PCP8.08.18.2 相当の機能を、えっと、使ってもいいですよというところを指定しているものになります。 えっと、で、これで、えっと、実際にレクターを実行してみると、えっ、ー、と、このように、えっ、ー、と、コードが変換されます。えっ、ー、と、見ていただくとわかる通り、クラスに、えっと、リードオンリー属性が追加されています。で、これ8.2相当の機能なんですけれども、えっ、ー、と、ドキュメントでやってたものが、ちゃんと言語レベルでされるようになったよというところだったりします。 でえっと、コンストラクタープロパティプロモーションも使うようになっていて、えっと、コンストラクターで、えっと、プロパティの、えー、イントのバリューを、えっと、取るようになってますとであとタイプデクリケーションをつけてるので、えっと、フーメソッドには、えっと、ちゃんとブールで変えるようになってすます、まあ、これ今だと多分トゥルーとか返したほがいいんでしょうけど、まあ、そこまでまだ対応されてなかった感じですね。はい で、えっと、つまるところ PHP スタンを用いた静的解析と PHP パーサーベースの AST 操作 PHP ではあの AST っていうその抽象公文目っていうキー構造のえっとブラウザのドムみたいなものですねがあるんですけれどもそれを操作するっていうものを両方を用いて PHP ドックの解釈や型推論までできる超強力なリファクタツーリングツールがレクターといってものになっていますで えっと、ちょっとした例なんですけどもこれ結構大事なところで、えっと、こういうこともできます。まあ、ちょっとこれあの細かく説明するとあれの難しいところになってくるっていうかあの差分が結構多いので入らなんですけどもこれは逆に PHP8.2 から PHP8.0 っっかなの、えー、機能相当にダウングレードをしたっていう形になっています。 え何が言いたいかというと,、えー、とコードのアップグレードだけじゃなくてダウングレードもできちゃうよというところです。えー、とレクター自体のえっとサブパッケージというかまあ別のパッケージに分けられてるんですけれども、えー、とレクターあダウングレード PHP というえパッケージがあってでこの中にえっとレクターのダウングレード用のルールがいっぱい入っているようになっています。 で、ちなみになんですが、レクター本体もレクターを使って、えっと、PHP 7.2以降であれば動くコードに変換するっていうことをしてリリースされています。なので、えっと、PHP 7.2、まあ、今ちょっとわかるんですけど、まあ、当時このスライド書いた時点では、PHP 7.2であればレクターは使えるよという、えー、状況が保たれています。まあ、最強のドッグフーディングだなというふうな感じがします。はい。 えー、では、ここからは、えっと、弊社タイトルである白猫プロジェクトニューワールズ、えー、をどうアップグレードしていったかっていうところの、えー、についてお話しさせていただきます。 えっと、方針としては、まず、えっと、積極的なコードリファクタリングはしないように、えー、しました。えっと、さっき言ってたこととちょっと違うだろうっていう話ではあるんですけれども、えっと、今回目指したのは、PHP 7.4、8.1両方で、えっと、適切に動作する。まあ、全く同じように動作するコードを、えー、作ることを目標としました。 えとただし、えー、PHP8.0 以降ですね、えーと、曖昧比較に大きな、えー、非互換というか、えーまあ変更が、破壊的な変更が生じました。えー、でここについてはもう正直どうしようもなかったので、えー、PHP の方の、えー、実装の方を、えー、とだろうを、まあ、コピーというかその、どういうふうに処理してたのかというのを見て、えーと、PHP エクステンションを自分たちで作って、でそっちで吸収することにしました。で えー、ここら辺の、えっ、ー、と、自分たちで作った関数に、えっ、ー、と、レクターのルールを書いて、えっ、ー、と、すべて変換するようにしました。えー、まあここに関してはちょっと多分、あの、結構ゲーム特有な部分もあると思ってて、実際のコードで PHP の方の8.0の、その、なんだ、文字列と数値の比較での非互換を踏むってことはあんまりないと思うので、別にこれは、あの、多分、うちに限った話なのかなという気はします。はい。 で、えっと、あとは CI を用いて、えっと、非互換が生じるコードが紛れ込んでないかを常に検査するようにしました。えっと、レクターを実行して、えっと、差分が出たらそれはつまり、えっと、非互換が生じるようなコードが新しく紛れ込んだんだっていうことを気づけるという状態にして、あとはもう他にも PHP スタンのルールを書いて、えっと、こういう書き方をしたら非互換が生じますみたいなパターンを 全部ルールに起こして、えーと、常にそれがチェック通ってるよってことを確認し続けるようにしました。あと、ダメ押しとして、えー、PHP コンパチビリティっていうパライブラリんんとツールがあるんですけれども、これでの検査も、えー、かけました。これはあの、えー、と正直、完全に網羅はされてないんですけれども、えー、と昔からうちでは使っているので、まあ、一応これもやっておこうということでやっておりました。はいで えっと、パッケージコンポーザーでのパッケージの依存関係ですねは7.4と8.1で、えっと、両方とも対応できるしているライブラリのところまで更新を行いました、えっと、例えばシンフォニーの、えっと、コンポーネントとかは、えっと、両対応しているものとかのバージョンがあるのでそこまで更新を行って えー、行うっていうことを行いました。で、あとあのー、結構長く続いてるタイトルなので、えっと PH、PHP ユニット3、えー、でに独自パッチを当てて動かして使ってたんですけれども、えっと、この機会に、えっと PH、PHP ユニット9に乗り換えを行いました。これ一番辛かったかもしれないです、正直。はい。で、えっと、じゃあ、レクターでどんなルール書いたんですかっていうと、大体この通りで、 えっとまあ、ちょっと細かく説明すると難しいですけどスイッチ分の、えっと、曖昧を曖昧比較に変換するよっていう、えー、ルールをまず書きました。と、えー、いうのも、えっと、曖昧比較の演算子の挙動が変わったっていうのは内部的に全部その曖昧比較の演算子の挙動が変わっちゃったので、えー、っとスイッチとかも曖昧比較を内部的に使っているのでこれらを、えー、っと一度、えっと、曖昧比較の普通の式に変換する。 ようなルールを書きましたでその後に曖昧比較演算子を、えっと、互換関数、えっと、さっき言ってたあの拡張でやったやつですね、えっと、ものにするっていうルールを作って、えっと、でこれに変換されることで結局互換性は保たれますよという形を取ることにしましたあと、えっと、APC って、えっと、結構さっきもあの高速なキャッシュとして、えっと、有名な有名というかまあ話されてたと思うんですけれども えっと、弊社でも APCU は、えー、とずっと使っていて、えっ、ー、と、まあ、データのキャッシュに使うんですけれども、えっ、ー、と、これが PHP 8.0かな ?8.0 以下までは、今、ミューアンでは、えっ、ー、と、APCUBC という名前の、えっ、ー、と、APC のメソッドを、えー、あメソッドじゃ関数を呼んでも APCU の関数にリライレクトしてくれるみたいな拡張が、 えと公式に提供されてたんですけれどもそれが、えー、となくなっちゃったので、えー、と適切に APCU の関数を呼ぶように、えー、レクターで、えー、と変換するルールを書きました、えー、APC ってもっとも APC と APCU って厳密にはやってることの、えー、ち部分,が部分っていうかその担当範囲が違う部分があるんですけど、えー、とうちでは基本的に APC のユーザーランドの部分しか使ってなかったので。 えっと特に問題なく進められました。まあ、本来であれば、APC の, AP C の、えっと、コードキャッシュ部分があ使っているよというところであれば、えっと、オペキャッシュに変換するみたいなルールも書かなきゃいけないんだろうなと思います。はい。で、えっと、曖昧比較変算を行う配列関連の、えー、関数も、えっと、互換関数に書き換えるということをしました。 まだあってですねどんだけあるんだよって感じなんですけど、オブジェクトへのアレキーエクジステスもデプリケーテッドになっちゃったので、プロパティエクジステスにちゃんとこのオブジェクトかどうかってところは PHP スタンで、性的に解析した型情報、推論された型情報をもとに見て、アレキーエクジステスオブジェクトに対して実行してたら、プロパティエクジステスに変換するというルールを書きました。 ただですね、これ面白くてですね、アレキーエクジスとプロパティエクジストってあの、引数の順序が真逆なんですね。すんげーなんかこれ PHP だなーって思いました <laughs>。で、えっと、アレマルチソートとか、まあこれも同じですね。あの PH、PHP8.1 だっけ、8.0だけな、安定ソートになったんですよね。で、そのせいであの、ソートの結果が変わるよみたいなことがあって、 では、それ手で直せる範囲なんですけど、ただもうなんか、もう一旦ちょっともう面倒くさいし、あの EOL 迎えちゃうからこれで互換関数作ってあげちゃおうみたいな感じでやっちゃいました。えっ、ー、と、あとは、ま、そこもそこ同じですね。相当の互換性を保ったという感じです。えー、で、このルールを常に適用することで、えっと p、p h p 7.4、8.1両方で全く同じコードベースを維持することができるようになりました。なので、えっと、移行期間中、 で開発側で意識をする必要なくななったんですねなので、えっと、ゲームとか特にそうだと思うんですけれども、えっと、新規の機能を開発するのって止まることが多分ないんですよ、えっと、だから、えっと、バージョンアップとかで大幅に行動が変わりますみたいなことが起きると、えっと、既存の機能の開発を止めなければならないってなって、えっと、なかなかそれだからもう上げられないよねみたいなことになるんですけれども えと新規開発中のコードも、まあ、結局これをやっていれば自動的に両方で動くんで、えー、となんか何も止めなくていいみたいな状況を作ることができました、はい、で次テスト及びデプロイってところになるんですけれども、えーとまあ、それぞれで、えー、と一通りテストを実行しています、まあ、ユニットテストからデバッグから、えー、と新機能の QA とかやったりとか しています。で、えー、と実際の移行ですが、えー、とロードバランサーは一つ、えー、本番用のロードバランサーですね、に対して、えー、と新旧のインスタンスを同時に投入しました。えっ、ー、と、徐々に PHP8.1 のインスタンスの比率を上げていって、最終的に古い PHP7.4 のインスタンスを全て消す、外すっていう感じですね。えー、で、ここでちょっとあの難しかったのが、えっ、ー、と、なんかこの際だからアパッチから NGX に変えたいって話が出て、えっ、ー、と、それも同時にやったんですけど、まあ、 あの本来だったらこれ考慮することが増えるってちょっと難しいってなると思うんですけどコードベースが完全に同一で、えっとままあ、PHP 側で互換性の問題は発生しないだろうということで、えっと、やることができましたで、まあ、正常に動作してるなってなって Q、えっと、インスタンスの方は削除しました、はい、であと残作業ですね、まあ、これはなんか普通に多分 PHP のバージョンアップだったらどこでもやってるような感じだと思うんですけれども、えっとまあえっと 開発サーバー、デブサーバーとかステージングサーバーとかを、えっと、作り直しますよとか。えー、っと、あとは、レクターでの、あのー、コード変換っていうのは、もう PHP 8.1になった世界からは必要なくなったので、一旦外しました。えっと、レクター自体は継続的に使いたいとは思ってるんですけど、まあ、とりあえず一旦外そうということで、外して、えっと、PHP 8.1の、えー、新機能をバンバン使っていいですよっていうサインを出し、ハッピーな世界が訪れました。 でまとめです。えーとまあ、結局今回、えー、これができた理由としては、えー、と古いバージョンと新しいバージョン両方で動作するコードベースを維持できたことが、えー、と原因だと思います、えーと。新規開発にマイグレーションが追いつかないっていうのはよく聞く話で、えー、ともうそのマイグレーションを追いつくとか追いつかないとかじゃなくて一緒で動けばそれが一番いいよねという、えー、もうなんかすごい無理やりな解決方法ではあるんですけども、まあ、それができましたというところです。 えっとレクターのルールを書くまでの学習コストはちょっと高いっていうのは感じましたただ単純なルールがなら結構簡単に書けるんで命名規則とかしっかりやるっていう風なやってるプロジェクトであればまあラフにルール書くことも全然できますよというところです、えー、っと,まあとはいえ PHP スタンの機能もせっかくだから使えるんで活用してルール書くといいんじゃないかなと思います で、あと、今回使わなかったんですけど、組み込みのルールがめちゃくちゃ充実してて、えー、っと、なんか、うち独自ルールで書いて全部やったんですけど、えっと、基本的に PHP バージョンアップ用のルールとかもあるんですね。なんでそういうのを活用するといいんじゃないかなと思っています。あと、ララベルのバージョンアップ用のルールとかもパッケージとしてあるので、まあなんか、ここら辺も活用したらいいのかなという気がしました。 はい、えっ、ー、と発表としては以上になるんですが、えっ、ー、とご意見ご感想、えー、もしくはここ間違ってんぞとか、いや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 、そそんなそんなんじゃねえぞみたいなところあれば、えっ、ー、とツイッターまで、えー、ご意見いただけると嬉しいなと思います。えっ、ー、と本日はありがとうございました。ありがとうございました。では Q&A に移りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いします。 はい、ではお待ちください。マイクをお持ちします。はい、えー、小山と申します。とても面白い発表でした。はい。えっと独自のルールを作るときに、まあ結構敷居が高いとおっしゃっていましたが、えっとルールを作るよう作るためのドキュメントみたいなのやつは結構十分になったりするんですか。そうですね。えっとそもそもえっとルールを作るときになんかコマンドみたいなのがこう用意されていて、はいはい、えっと m a k ルルールみたいいななのがあごめんなさいちょっと詳細あれなんですけどあってそれで叩いてあとは書いていくって感じになりますあと最近だとレクター自体が PHP ストームとかもサポートしてきてで日本での使用量も増えてきててちょうどあの聞いたとかにあの自分でルールを書いてみようみたいな記事とかもあって<ー>、えっと、だいぶ書きやすくなってきてるのかなとは思います。はいはい じゃあそのえっと現在の敷居が高いっていうの部分の,その残ってる敷居の高さってどういういところなんですかあそれはえっとどっちかというとルルールレクターが結構、設計がきれい綺麗なんですけどきれ、はい綺麗がゆえにこうなんか DI とかをしっかりやってるんですけどあの欲しいそのパーサーのえっとオブジインスタンスがこ,のパこれに関するパーサーのインスタンスが欲しいとかいうえっときに何を参考にしたらいいのかが、まあ、ちょっとドキュメント本家が足りてないよっていう部分があって、まあ、そういうときは既存の他のルール ル,ールを見るとだいたいわかるんで、えっとまあそこら辺ぐらいかなとは思ってます。なるほど。はい。はい、参考になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。他にコメントやご質問のある方挙手をお願いします。お待ちください。マイクをお持ちします。えー、ご発ご発表ありがとうございました。 個人的にすごく聞くのを楽しみにしていたあのトークであの現地で聞けて嬉しいです。ありがとうございますえと質問なんですけど独自のルールをこう適用しないといけないこう、まあ、古いコードを結構多分探すの大変なのかなと思っていてなんかそれをどうやってこう炙り出したというか見つけ出したのかみたいなところの。 部分をちえっと基本的にはもう PHP の,その、えっと、互換性のない下互換性のない変更点を見てでそれに該当するコードがあればあ,あるかどうかはコードベースの中を、まあ、普通に p h p ストームとかで検索してみてであ結構ありそうだなって思ったらじゃあルール書くかって感じで書くっていうのを繰り返していった感じですね。 なるほどそうすると結構じゃあそこにこうしっかり時間をかけてやったっていうような <laughs> 感じなんですかね <laughs> そうですね<う>結構あのルール作ること自体は、えっと、時間をかけてやってっていうのも前は手作業で PHP のアップグレードをやってたんですけれどもその時に結構膨大な時間がかかったりとか、えっと、最終的にそのなんか互換性担保できないから拡張でなんとかしたいみたいなことになりがちだったのでそこを最小限にしたいなってことで結構前から。 あの移行できるようなルール自体を作るっいう作業はえっと空き時間とかからずっとやってててそのおかげでまあ今回サクッとできたっていうところかなと思ってますありがとうございますありがとうございました他にコメントやご質問のある方は挙手をお願いしますマイクをお持ちいたしますので少々お待ちください あすいませんあの個人的にちょっと気になったんですけど、はい、あのほ,ほとんどの会社においてその拡張を自作するみたいな選択肢があんまないんじゃないかなとは思っていてその場合その、まあ、7.4と8をこう同時に満たすみたいな状態をレクターだけで達成するっていうのはちょやっぱちょっと厳しそうですか そうですね、ただ大きくて五感が、おか大きく今回、五感がなくて困ったのは、どっちかというと、文字列と数値の曖昧比較だったので、そこさえなんとかできれば、えっと、割といけるんじゃないかなと思ってます、あと速度さえ無視すれば、えっと、PHP で、えっと、えー、なんだ、互換処理を書くこともできるので、えっと、そこが許容できるんであれば、一旦それでやるって手もあるのかなと思ってるのと、 うん、そうですね、なんでなんかこういうののバージョンアップで使った資産とかはこう、まあ、なんか公開できたらいいなとは、個人的には思ってたりはしています、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました、他にコメントやご質問のある方、挙手をお願いしますはいでは、なさそうですので、こちらで終了とさせていただきます。 本日はありがとうございました。この後の休憩時間にトラックシーでアスクザスピーカーを実施いたします。質問がある方や感想を伝えたい方はぜひご参加ください。また繰り返しになりますが、名札の内側にある Q. R. コードから各セッションのスピーカーへフィードバックを送ることができます。フィードバックはスピーカーにとって、とても参考や励みになるものです。 ぜひフィードバックをしてくださいそれでは工藤剛さんありがとうございました皆様もう一度大きな拍手をお願いします